ジョニーズ、木下ステーキのペース。今日はすごく寒い日になりました。でも雪は降ってなくて、でもすっごい寒いね。今日もね3度。また今日もショッピングをしに行きたいと思ってます。で、今日行くところはハンナンドン。そのハンナンドンはいろんなジャンルのお店があるらしいから、そこで娘、長女リーちゃんとショッピングしていきたいと思います。ちょっと気になるお店が何店舗か教えてもらったんで、ちょっとねそこはマストで絶対行きたいと思ってる。歩きながらお店決めていきたいと思います。では最後まで見てね。着いた。ちょっと歩いていこう。ここがもうハンナンドン。イエーイ、着きました。今韓国で今人気がすごくある、私が一番行ってきたかったこのナンバーリングっていうこのジュエリーショップ。ナンバーリングリーナ、これイントネーション言って。ナンバーリングに来ました。どうしても行きたかったからちょっと行ってみましょう。どうですか？めっちゃ楽しみ。やっぱハート、ハートってやっぱさ上がるよね、テンション。なんか女の子やな、女の子やなって思う。かわいい。値段もかわいい。値段もかわいい。そうだよ、値段もかわいいって言うんだよ。あ、かわいいじゃん。ちょっと自分のさ、こういう華奢なさ、ネックレスともさ、うん、合わせるよね。合わせても可愛いじゃん。長さがいい。可愛い、うん。ブレスレットもめっちゃ可愛くない？うん、このボールの方も可愛い。指輪も可愛い。リーナもしてみたら？してみる。どう？うん、見せて。うん、可愛い。可愛いじゃん。キュンキュンするね。キュンキュン。ありがとうございます。素敵じゃない？素敵。ちょっとこっちで見てみる、うん、あ、すっごく好き。あ、すごく似合う。意外となんかこういうパールってさ、うん、なんつうの、あ、ちょっと大人っぽいなみたいな、うん、なんかちょっとドレッシーイメージあるけど、カジュアルにこれを、うん、なんつうのアクセントでつけるとすごくかっこいいと思うんだけど、うん、なんか可愛すぎて目移りがする。目移りしちゃう。あれもこれも可愛い、可愛い。これ見て、あそこの広告にもらったんだけど、時計みたいなブレスレット。新しいね。カルティエみたいな、カルティエをモチーフしたんだって。ここがね、うん、カルティエっぽい。そしてちょっとヴィンテージっぽい。かっこくない？え、かっこいい。これめっちゃおしゃれだな。おしゃれ。男性もあるんでしょ。男性スタイルだし、締めあるんだったらカップルでもいいね、うん、かわいいね、おしゃれだね。カップルでこれつけてたらおしゃれじゃない？各自アルファベットを組み合わせて원하시는대로하실수있어요。7個を選んで、7個選ぶんだ。7個を選んでここで組み合わせができる。かわいいね。これがミディアムで、うん、これがスリーバージョン。へー、結構長いね。うん、でもこれ結構さ長いの可愛くない？こんぐらい長いね。うん、長い長い。ここまで来るよ。イニシャルかわいいね。全部かわいい。この長さがいいかも、うん、そう、これ重ね付けしたら可愛くな、うん、あ、可愛い、可愛い、可愛い。これこの組み合わせ可愛いね。うん、重ね付け可愛いね。良くない？これ、うん、すっごくおしゃれじゃない？これは BTS が使ったのって。可愛い、可愛い、可愛い。なんかおしゃれだね。可愛、うん、い、あ、おしゃれだね。これも可愛い。リップをここに入れて、うん、この子はよくエアポッツを入れて、エアポッツここに、うん、入れて、レッツゴー。見て、かわいい。今日のかっこいいってめっちゃかわいいね、これ。かわいいよね。かわいいね。でもさ、1個買ってさ、うん、一緒に使えるじゃんね。だって学校の時はリリナこれ使わないじゃん。うん、一緒に使う。あ、イエーイ。イエーイ。ちょっと買う。そうしよう。また買ったの見せます。うん、買いましたね。いい出会いだった。いい出会いした。あんまり普段ね、なんか日本とかでアクセサリーショップに、うん、ジュエリーショップあんまり行かないよね。だからすっごいウキウキした。行かないじゃん。
しかもこのこれさ、ゆきなが買ったやつさ、ね、あのさ、めちゃくちゃ人気で売り切れてたんでしょ。ラッキーじゃん。そんで今日はめっちゃ人気なのに 20% オフとかでしょ。めっちゃ人気の商品なのに、普通はあんまり人気がないやつがセールするのに、かっこいい。かわいい。いいじゃん、おしゃれ。すごい良かった。ありがとうございます。ありがとうございます。なにこれ、おいしい。おいしい。ミルクティー、オフィス、韓国来て初めてミルクティー飲んだ。歩いてるとさ、うん、お店がやっぱこうやってね、そうそう、ショップがあるんだよ。楽しいな。うわぁ、人多いわ。毎年、ここだよ。アラバーグ。うん、アラバーグ。あ、なんかすごくおしゃれじゃん。じゃん、めっちゃかっこいいよ。中入ってみよう、もう。うわー、すっごいテンション上がる。わー、挨拶してくれる、やばい。なんかバッグ、ね、のさ、ブランド、うん、なのにそんな、なんか一見こうバッグブランドじゃない感じの雰囲気で、ディスプレイの仕方がすごくさ、面白いね。ディスプレイが面白い。ディスプレイ面白い。リサイクルのナイロン素材で使った。リサイクルが環境にも優しい。こういう感じの雰囲気だけど、めちゃくちゃ実は使ってる素材がめっちゃ環境に優しいっていうギャップがすげえ。シータっぽい。おお。絶滅危惧種の名前がついてるんだって。商品。全部商品に。はい、ただミッシングみたいなポスターがあるんですけど、このジュードンとかアバロンとか、このバッグはアバロンバッグです。こういう形のゲームスじゃないですかね。素敵だね。これもめっちゃ可愛い。なんか気に入ってる。すごいテンション。これ入るな。めっちゃ早口喋るの。女のためのカバンとか帽子を作っているブランドで、値段とかも実用的な安いお値段でみんなが買えるように。値段も優しい。環境にも優しいし、値段も優しい。この帽子がすごく気になる。クロスウェスってちっちゃいよ。ちっちゃいタオル。かわいい。え、これすごい。かわいくない。え、めっちゃいいじゃん、これ。めちゃくちゃいいよ。気に入った。リーナすごい気に入ってる。これ何、リーナのお買い物ってことっていうぐらいめっちゃテンション上がってるよね。綺麗ね。すごい。いろんなの入るね、すっと。わーい。わーい。買った買った。ゲットン、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 ゲットン。次また。次行こう。じゃあ行くよー。チョリゴ。目的地ここ。ペサブ。ペサブ。いい匂い。すごいよ。すごい。おしゃれ。これ何？ボール入ってる。新しいの香水ですけど、パフュームラインで強い香りがすごいですよ。これアナンシンはネオリ香りで、香りがめっちゃ、香りがめっちゃ優しいですよ。嗅いでみて。これママが好きなんだ。お家のリビング、やるじゃん、あるじゃん。こういうネロリが好き。甘すぎない。そしてネロリがすごくいい。普通のやつは、ウディの感じが、ウディ感じがすごいですけど、シックで魅力がありますよ。シック、はい、シック、あ、ウッディだけど、ウッドしてないよって。あー、いいよ。優しいのウディ香りで、香りがめっちゃ優しいですけど、息がすごいですよ。癒される。マスクとウディが、まあ、あとブレンド、はいはい、ブレンド。うわー、香りがいいです。じゃあ1、2、3したら刺す。オッケー。じゃあちょっと待って待って。オッケーオッケー。1、2、3。これが人気がすごいです。あ、人気、はい、一番人気です。一番人気。めちゃネロリだけどすっごい。これしつこくない。同じ香りも、ルームフレグランスありますよ。おー。私これ車に入れとこ。よくない？うん。ゆきなも車に入れたいんだけど。しよう。
車と別の部屋と、はいはい、酔いやすいのこの人に匂いで、どうこれたらママのところにやる、だから後ろにはちょっとだけ行くけど、うん、いいよ、ね、いいね、本当ね、香水サイズは30ミリと100ミリ、このちっちゃい缶サイズもありますけど、プレゼント人気がすごいです、これちっちゃいの人気でプレゼント、ミサド香水全部入ってる、これプレゼントいいですね、すごいです、持ち歩くのにもいいよね、うん、生地がブックペッキジで、おしゃれ、かわいい、かわいい、ディスプレイとお客様、めっちゃこだわりがすごくない、うん、無駄にならない、部屋に飾れる、これプレゼントとかにめっちゃいいじゃん、これめっちゃいいね、いくらですか、あ、これが3万5千なんです、あ、だから3500円ぐらい、はい、香り持続時間がありま、ああ、これすごいインテリアにも良くない、だから、うん、リビングとか、リビングとかにさ置いといて、クローゼットにも入れてもいいよ、ここにかけておくとさ、洋服が洋服もいいね、ほんまにいい匂いするんだよ、そう、インテリアもすごくいいよね、こうやって正面、この正面いいわ、正面いい、柔らかい、これはあの商品になってんだけど、そういうイーバンホっていう人が作ったの、え、インテリアの商品だったのこれ、そう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 、でこれもすごいね、言ってたんだよね、うん、そう、すごいこれもいいね、うん、言ったじゃん、商品なんだ、インテリア、それであの一つ一つの正面にそういうあの作りが入ってますってこと、こだわりがあるっていいね、馬が休んでるところみたいに、あーはー、そういうことか、うん、ちょっと一回に行きます、一回ハンドクリーム、아이젠이제저희신제품이주로되어있는거가아니고1층은저희이제기존의세가지야아니소리아こっちとこっちまた違うね、違う違う、うん、こっちの方がまた強いの、パピアムで、オールパピアム、優しい、こっち優しい、あ、でもこっち好きだわ、こっちがいいかな、じゃあそしてこれがすごくいい、ローズ、オレンジ、セサミ、嘘、これも買って、これがすごく、結構人気、これが人気だって、1,2,3 でやる、待て、もう一回忘れちゃう、ちょっと待て、いい、選べない、ちょっと、選べない、下ね、いい、3,2,1 あ、こんな違う、やった、あ、そう、うん、私はこっち、あ、いい匂いする、甘いの、甘いよね、これベルガモットとか、オレンジ、ラズベリー、見えない、あ、オルガン、ローズティー、セサミ、オレンジ、ローズ、ペッパー、あ、だからちょっとスパイシーが好きなの、この蓋が馬の足あるね、うん、馬の足だね、パラッ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 、手洗ってみよう、手洗うのだから、ドマウンティング、あ、これあの今選んだやつだね、ね、お土産とかプレゼント用にもいいよね、いい人いいね、誕生日とか、私が先選んだ、あ、甘い、なんかいい、おいいじゃん、うん、ハンドクリームは2,500円ぐらい、うん、いい匂い、ピザが好きな匂い、ブラックピンクとロゼが好き、お手さんも甘いじゃん、好きじゃん、ブラックピンク東京ドーム来た時見に行ったよね、こちら、ロゼの匂いこれだって、韓国の有名人も利用してる、いやめちゃくちゃいろいろ、もう全部ね、全部見たんだけど、うん、やっぱ一番最初に2階で出会った、うんうんうん、お兄さんに説明してもらって出会った香りの、うん、これやっぱイケナが一番好きなこのネロリ、うん、しかも新作でしょ、これ、うんうん、新作の3の中でこれにした、うん、これを買ってくる、うん、ゲットンしてくる、ゲットン、ゲットン、ゲットン、ネロリ、ネロリ、あ、ラジ30ミリ、かわいい、75,000円です、ありがとうございます、いい匂いした、香水の、うん、トイレでいい匂いした、トイレもいい匂いした、はい、
イエーイ、ゲッター。バーよかったじゃん、メロリー。ハンサムになる。Thing to defend. Hey, look, it's so-